新制度の方が新しくなる中で、今までいただいてたものの中で廃止される費用などがありますので、ちょっとご紹介させていただきます。在住の方ですとですね、この教材費、それから学期ごとにいただいていた維持費ですね、それから冬場にいただいてた暖房費、この3つの費用というのは廃止されました。つまり利用者負担額の中に含まれているという考え方をいたします。それから新しく入る方ですと、この入園料というのがやはり廃止されました。であともう一つ、費用ではないんですが、就園奨励費というのが今まで出てたと思うんです。これが市町村の、からの、まあ、皆さんへの補助というような形になるんですが、こちらの方も廃止されました。つまり利用者負担額の中にこの全てが反映されているというような形になります。